はい、皆さんこんにちは。今日はお家でできる背中のトレーニングを紹介していきたいと思います。本当に簡単で大体5分ぐらいで終わるトレーニングなので、よかったら最後まで見ていてください。一つだけ用意してもらいたいものがあって、ででん、タオルです。タオルだけご用意してもらって、これを使ってトレーニングしていきます。背中のトレーニングってお家でやるのとっても難しくて、引く動作になるので、チンニング、よくある懸垂のような動作なんですけど、あれってなかなかお家でできる人少ないと思うんですよね。それをこのタオルを使ってやっていきます。動画の最後にポイントなども紹介していくので、よかったら最後まで見てください。では行きましょう。頑張りましょう。レッツゴー。
した。皆さんいかがだったでしょうか。とってもきつかったと思うんですけど、本当に効くのでぜひ毎日でも続けてみてください。一つずつちょっとポイント言っていくんですけど、まず一つ目のこの動作ですね。この動作の時には腰は絶対に上げないでください。怪我してしまうので、腰はそのまま固定して手だけを下に入れるイメージです。滑らせて胸の下に入れる、胸の下に入れる。腰をこうやって上げてしまうと怪我してしまう原因になるので絶対にやめてください。では2種目目のポイントなんですけど、2種目目はタオルを持った種目。これも同様で絶対に腰までこうやって広げて上げない、上げてしまうとちょっと腰を怪我してしまう、先ほどと一緒なんですけど。なので胸に当てるイメージです。下から滑り込ませて胸にぶつける、下から滑り込ませて胸にぶつける、それを繰り返すだけです。そして3種目目なんですけど、3種目目は本当に水泳で泳ぐようなポーズ。手を下から床をする感じで、する感じで後ろに持っていく。で、伸ばすときは手をしっかり伸ばす、肩甲骨伸ばすイメージです。でも手だけで伸ばすっていうよりは肩甲骨を後ろに寄せるイメージで引っ張っていきます。そしてこれ4つ目、これが難しかったんですけど、片方の手だけをこんな感じで上げてたと思うんですけど、手をただこうやって上げてても背中に効かなくて、手で上げるっていうよりはこの肩甲骨の部分を後ろに斜めこっちの方向に寄せる、寄せる。手を上げるっていうよりは背中を寄せる。そして斜めちょっと後ろに持ってきてください。真横じゃなくてちょっと後ろ、これを繰り返します。はい、そして最後なんですけど、これが一番多分難しかったと思うんですけど、肘をくっつけて上げるんですよね。体を上げるっていう動作なんですけど、床を思いっきり肘で押すだけです。押す、押す、押すことによってこの筋肉が寄るんですよね。負荷がかかるって形です。あのポイントで説明した腰を怪我するっていうのだけ本当に気をつけて、怪我だけに気をつけてやってみてください。では次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。